今回は一般原則の攻撃からモビリティの解説です。モビリティはウェービングからガスの段階で相手の守備のバランスを崩し、スペースと数的優位な状況を作り出すための原則です。守備組織が整っている相手に対して効果的に動き、相手のバランスを崩しスペースを作ります。局面ごとに数的優位な状況を作ります。ではモビリティの説明を始めます。自分たちが良いポジションを取ってラインを揃えただけでは相手の守備組織を崩すことはできません。相手の守備ラインを意図的に広げたり狭めたりしながら有効なスペースを作っていく必要があります。このスペースを作る動きの詳細は後に説明する個人とグループの原則で説明します。まずは基本の考えです。次にディフェンスラインの背後を狙い、相手の守備ラインを下げさせ守備組織を広げコンパクトに守らせないようにします。その方法の一つとして味方のフォワードの選手と中盤の選手が入れ替わる動きをすることで相手守備のスリーラインは乱れていきます。その結果相手のミッドフィルダーのラインとディフェンスラインの間にスペースができます。このスペースでボールを受けることで相手は誰がボールへプレスをかけるかの判断に迷いライン間を崩すことができます。ボール保持者にプレスに動いた選手の背後にできるスペースをポケットと言います。今回はモビリティの原則の一つ目、相手の守備ラインを動かすの説明でした。次回はモビリティの原則の二つ目、ユニットを組んで動くを解説します。チャンネル登録、いいねをよろしくお願いします。